はい、どうもロシェルです。コアラでございます。やっていこうか。はい、さて探索だ。前回のあらすじ、ここの村人マジ怖え。以上、私を生贄にしようとしていますマジこいつら最高よっていうことが分かったよね。うん、ここは、あー、ここに出るのか。あそこ閉まってたね。わざわざなんで地下から行っちゃうんだろうな。さてどうしたらいいんだ。とりあえず戻るか。やべえ、サマーレッスンの宮本ひなりの等身大フィギュアが登場だったよ。都心は4トントラックで郵便だったよいらねえ。これで家戻る。お、ちょうど、あ、これでいいんだ。1日が終了。でもあと当日か。ああ、そうか、もうあと1日か。よく覚えてるね。日数だけはね、あの細かいことは覚えてるのに大きいこと忘れるからさ。家帰るとこの持ったお姉さんがいて、ゆうたろうさんどこ行ってたのって言われて、そしてブスって ちょっと調べ物をな、嘘ばっかりって言って殺されて終わりでしょいや、ここに戻ってくる勇気ねえよ俺。戻ってきてしまったな。こうなったら明日の朝一番に森を抜けて村川を出るしかないようだ。さすがに夜の森は抜けるのは危険すぎるからな。何しろ危険なワンオンワンがいっぱいいるからね食われるから早く寝るとしよう。あれでしょ、でもさすがに探索してるから、ちょっとか。いけんじゃね。あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、大丈夫だ。今日は疲れたからもう寝るよ。おやすみなさい。あーいけさて、あと下だ。話し声、絶対やべえやつだよこれ。この声は楓。楓ちゃんと当主か。何を話しているか。楓ぐらい読めて。いやね、あの人はもう知ってしまったよ。そんなバカなことあるかーい。でもうちの中を探しまったし、あの職にも行ったみたいだよ。いや、あの職には行ってない。そうか、そうなら今日の夜に静まった頃に彼を拘束しよう。やる気だー。なんだってそれが嫌だってこんじゃろうやべえ、くじが選ばれた時は本当に顔選ばれた時ねやられた時ってどういうこと命の本陣って冗談じゃ、今すぐここ逃げ出さないと。逃げろ。部屋の荷物を取りに行かないと。本当に取り行っていいのかこれ。いや、もうそのまま出たいよね。荷物あったんだ。よし、これで準備やりな。あとはああちょ、母が既得でな。あなたの目が怖いからです。やばい、これは殺される殺される何も知らないです、私は何も知って。俺は何も、すいません、何も知らないです。はい、いえ、言ってませんぼやかしましたお断りしますいや、許してください。いや、やめるんだ話してくれ。いやこの人怖い殺されたー。出るのが正解でした。でしたね。正直ショップなから逃げるって言ったよ。やべえな、あのクソアマあいつやべえな。さて、ちょっとこれは調べないと。花からやる気満々だったな。あのクソアマ舐めやがって。やはりそこ逃げるって言っていたらしい。まあ、母既得ってだけですし母既得って結構重いけどな。うん、さあ速攻帰ってやる。もう母既得って言ってるけど、もう味方ってるからね母死んでるべ。マジックカード発動、死者蘇生墓地にいる母を復活するやだなそれ。ゾンビとなって復活しました。ネクロマンサーなんだっけ、メリーちゃんじゃなくてルナ。ルナパパとママだよまあ私誰だっけ、
フォルテとローウェン、ローウェン、ロービンか。俺はフォルテ、フォルテ派なんで。まあもしかしたらね、ランクマッチの動画もまたね今後あげるから。寝られるのかな、もしそのまま寝てみるか、セーブして。バッドエンダーを見てみたい。なんかさ、吊るし首になってそうだよね。うわぁ、これ死んだろ。絶対やられるってこれ。ほら、うん、え、どういう状況だ。口縛られてるけど。何これ、何、え、どういうこと。投手気分はどうだい。で、その口じゃ話せないか。一方的に少し話をさせてもらうよ。もうすでに知っているかもしれないが、明日行われる五目法上の儀では村人を悟空として捧げる。今年は偶然にもうちの娘楓が選ばれてしまって、楓が口で殲滅された時は気が狂いそうになったよ。だけど君が来てくれた、本当に嬉しかったよ。旅人を代わりに差し出せば楓は死ねずに済むんだ。君やあれが二人の娘は何としても守り抜くと誓ったんだ。だから死んでくれ。くそ、動けない。なに、痛いのは最初だけだよ。マジクソ野郎だな、ここの村人。もう最初からあの士気が早まるって言ってた、ババアが士気早まったじゃねえかよ。よし、とりあえず話をしてから帰るか。これ話さなければいけたんかな、もしかして。先に私ロシェルシャドウオブバースのレジェンドが、逃げる、38枚になりましたね、シャドウオブバースのレジェンドが。そんなに作ったの。作ってない、結構引いてる。引いたのか、ウロボロスプレミア。うん、俺プレミアレジェンド持ってねえよ。俺が引いた、うん、俺が作ったのあれだけだよ。おとったんたってーん。リュータロータンいないわ。これはひどい。なんだって、さっきの話を逃げるだろう。おらむらの命が出てくるな、カーディアイトを探してくれ。まずい、こっちに来る。やべえやべえやべえ。リュータロさん、どこ行ったの。やべえ、怖い、殺ってやがる。今となってはうちよろを引けの場所になってしまった。え、じゃあうつろにょに逃げんの。ここ離れないと誰にも疲れないように行動した方がいい。そうそう、やべえな。HP ゲージが増えた。よし、セーブだ。え、それ俺が作ったのがフォルテ1枚、フォルテ1枚、イスラフィール2枚、やばい、オリビエ2枚だけだよ、作ったの。すでにここにいるんだけど、急にゲームがメタルギアに変わったのに。いたぞー、いたぞー。そっちにいるのね。いやーいや、グゴー、助けて、はい、あのまま早い、うわ。楽しすぎんだろ。この甘ー、あの甘え。あ、基本俺口悪いっす。早やーの甘、ひどい、こっちが普通に歩いててんのに。トランザムしてたぞ今。倍速か、あいつは。倍速、もうそんなことじゃねえだろ今のは。とりあえずちょっと今のヤバかったね。どう、そこに一人、キャー、怖え。ちょっとこれ逃げるか。うつしょう、突破口があるかもしれない。やばい、あぶねえ。金のね、反応するなよ。明らか怪しいやろ。なんだかこれで
けどどうしたらいいんだ。とりあえずあっちに行くか。まだないもんね、ヒントが。とりあえずなんか向こう渡ってみる。こっちに渡るとも言ってたからな。龍太郎さん、あなたもこっち知ってたんですねって出てくるかもしんないよ。よし、ここでセーブをしよう。私もここ知ってたんです。昔にお姉ちゃんが連れてかれるところを見たのでと言ってさてどうしたものか。ここあ、でもこのうつろよ知ってんの、なんかあの兄貴の日記に一人しかいないって言った。とりあえずこれで帰ってみるか。3回いや2回。え、2回うつろのまんまじゃね。いや確か帰るんだとしたら、あ、そこら、ほんとだ、1回か。おじいちゃんちょっとカエイちゃんの声好き。うわっ、しっ、他の村人に来ず、黙っておけ。いや、これイリュージョンだからビビるだろ、いきなり蔵から出てきたら普通に分からんよね。え、何、中に立てこもんの一日。でも何でもないで。でも次の日、明日だよなあ、どうして俺を助けた。あ、俺じゃねえよ、今までに俺は帰りには死んでほしくない。だからといって見ず知らずのあんたを巻き込むのもどうかと思っている。じゃあこいつは16以上なんだね。みたいだね。どっちつかずでずっと悩んでいた。嫌な予感がする。どう、俺の手でお前を殺すって。でも私が助かってしまったら楓ちゃんが。姉ちゃんに会ったんだ、マジで。おー、神隠しにあったっていうさ、神隠しのあれあったの、イベントあったっけ。神隠しのイベントはないな。ああーそうか、ほら隠すって言ってたじゃん、儀式のあれは。ああってことは、じゃあ生贄だったのね。だね。ここで繋がるのか。うん、いやもうこいつも頭の中ちょっとパリなしてるじゃんその中に姉ちゃん二人とも助けられる可能性があると言っていた。そんな方法があるのか。多分詳しくは教えてくれなかったけど自信があるみたいだった。そうか、でも村の入り口は塞がれてしまった。私はこれからどうしたらいいんだ。あれ、これアフロがいた俺がアフロって言った洞窟の子じゃねえのあの洞窟か。ほう、本当か。おっと、これはラストバトルってやつじゃないですか。バカ野郎、積んでるかよ野郎の積んでるとかいらねえよ。積んだなバカ野郎、俺なんか無事に村を出てから言えよな別にお前のためとか思ってないんだからなあー面白い灯籠だね。あ、提灯だわ。何から何まですまないな。それを言わないって約束だよ、おやっちゃん決してホラゲーをやるテンションじゃないね。これホラゲーっていう感覚でもないね、やってる時。どっちかというとアドベンチャーだね。アドベンチャーなのか、これはもうシンプルに謎解きミステリー系。あ、おっさんが消えた。探してんだな俺を。ユダロはどこだっつって吸血鬼には、え、何、ここから急にアクションゲームになるの。吸血鬼、It's bumper? 変わった形にしてたな。あなたの好きな、サーベット出てくんじゃねえのほら、5体だよ、あれ。ブラッドムーンなら。ブラッドムーンじゃなくて復讐ね。あ、リベンジだっけ。うん。あれ、もらわなかったっけ。明かりがないと進めない。ついてますね。HP あるじゃねえかよ。5つのなんちゃらに、って書いてあったから、壁自体に進んでいけばとりあえずどうにかなるだろう。こういう時はね、あった。あー、あれだ、ろうそく5本に火つける系だ。さーて、めんどくせえぞこれは。一回セーブをしておこう。一個つけるごとにさ、スレンダーマンみたいに追いかけてくんじゃね。こっちだった。さーて、次のどこにある。そこにある。あー、なんか落ちてきた。え、嘘、
なんか雲が目の前にいた。あ、それスパイアーマーなんか大丈夫。スパイダーマン、スパイダーマン、どこへ行ったのスパイダーマン。隙間風、上かな感じやな、かの盛大に穴開いてる。何かで穴を塞がないと。なんか嫌な音が聞こえる。これ終わりの時の音じゃなかったっけ。キャーカゴメ流れてるんですけど。いつ、いつで、あ、あ、うー知らな正面。あれえ、いやー顔殴られた。ヘッドショットやべえ、幼女強え。頭が消し飛んだ。何なんだよ。ほら、人間も豆腐の角にマッハ3で頭ぶつけると死ぬからさ。そういうことだよ。よく言う豆腐の角カートに頭打って死ねっていうやつか。そう、マッハ3で豆腐に突っ込まれてしまう。え、丸々とね、美味しそうな鶏肉なら。なんで鶏肉、なぜ鶏がいるんだ。非常食。ここで出られなくなったらあいつ食うの。HP 減ったらあっちの食えばいいのかな。どうするの。そこを積むんじゃね。セーブセーブ。ギャッギャッギャッ。そこは行っちゃダメだね。吸血鬼上行った瞬間コウモリいたから、あれじゃない、あの吸血鬼はどうこうって言ってたじゃん、うん、命をなんたらって。だからあのろうそく5つに火をつけると通れるとかじゃねえの、あそこ。あれだな。まあどっちにしろ今何個つけた。1個、1個つけて、あと3個、そのうちの1箇所はなんか隙間風でなんかヌルヌルしてて。そう、ちょっとヌルヌルしてねえよ。ヌルヌルじゃないけども。あ、現れた。カーラス、なぜ泣くの。とりあえず入ったけど、どうなんだ。骨、嫌な予感がする。骨、絶対やばいってこれ。骨、緊急所か。ここは出られないんじゃね。多分普通に帰る。もう少し調べてみよう。骨を引っ張って。あ、なんか嫌な予感がするよ。何の音。ネズミ吸血コウモリだ。なるほど、死に行くか。今いっぱい入れる場所あったじゃん。うん、何分の1かで正解なんだよ。やばいな、真ん中は失敗したな。セーブしとかなかった。あ、その上つけた。いや、さっき死んだから。ここでまたセーブをして。でもさ、青鬼より普通に面白いわ。うん、あれやってて意味が分かんねえよ。皿の破片で壁切れねえから。いた、骨あったらアウトだよ。え、あ、転落事故落石。いや、完璧自慢の方だろ今のは。ここのダメか。1、2がダメで3番か。ヒントねえの。看板あったけど後ろから切られた。あ、看板見るじゃん。看板見てる暇あるかな。あんじゃね、看板ぐらい。だって後ろでもう笑ってんだで。一見時間逃げればいなくなるでしょ。光を飲み込む深い闇。あ、3番なんかあれがヒントになってんじゃない。そう、あった。3番が正解か。これ以外にもねえや。3個目、これ、これが3つ目。あ、もういるよ。今ね、突拍子もないくだらないことを思いついたんだけど。何？
鶏肉の穴の中突っ込めねえかな。ああ、それか。なるほど。絶対違うだろ。だって穴塞ぐんでしょ。丸々取った鶏肉を突っ込む？突っ込むか。でも先に調べてくからじゃないとダメだろうけど。突っ込めんの鶏肉。あ、消えた。先にこれを調べて。つけてからの方がいいかな。鶏肉突っ込むの。なんかタールかなんかある。え、この上の左じゃなかったっけ、鶏肉って。いや、確かこっちのどこだと思ったんだ。ここの上行って左に行くと鳥がいる。マジか。行ったりやね。捕まえるにおっとしてる。待って、名前が鶏肉だったよ。鶏肉だ。名前がもうひどいぞ。食べる気満々やん。考えることひどいよね。いや違うね。あるアイテムがさ、どこにもなかったじゃん、今んとも。でさ、鶏肉いたやん。もうそれしか浮かばなかったよね、俺は。よしよし。入ったぞ。待って、ちょっと鶏肉調べようぜ。鶏肉調べようぜ。なんとも言えねえ。あ、後で助けに来るから。説明。絶対助けに来ねえ。鶏肉ぴったしハマってんじゃね。あれもぴったしだな、ほんとに。あの、こう、手をさ、無理やりこう、畳んで突っ込んでるからさ、出られないです、鶏肉単体じゃ。え、4回目これじゃん。え？ 4 個でしょ、これ。5個。ああ、そっか。1個足んないでしょ。マジか。鶏肉の部屋のさ、上行ったっけ？上あったっけ？左の方。あ、ちょうどいいや、時間が。そっか。はい、じゃあ次回、鶏肉を突っ込むとこからスタートします。はい。では次の動画でお会いしましょう。See you next time のとこ行きたいんだけど、リモコンどこやねん。リモコン。やべえな、と。